ミムロは、白木第24代、新皇王から第27代、全徳女王世紀にかけて実在したとされる孫根の貴族女性。彼女については、1989年に発見された、過労予期の文献に登場する以外、不明である。それによると、ミムロは、歴代王妃を輩出した一族に生まれ、類いまれな美貌と教養を兼ね備え、過労の最高指揮者、 ウオナの地位につき権力を掌握していた。また、夫の清掃以外に、信仰王を、はじめ数多くの男性を誘惑、相手にしたと伝えられている。特に信仰王の息子、第25代町王、第26代マッピラ王との色ごとは有名である。信仰王はミムロを寵愛し、彼女に、九州、デンスなどの称号を付与した。新王死後、王のを主導し、 マッピラ王の在位期に極児を管理する自主になった。2009年に放送された MBC テレビドラマ全徳女王では主人公に敵対する人物として登場し、三室を演じた子、ヒョンジョンが2009年度の MBC 演技大賞を受賞した。三室の生没年は不詳。過労予期以外の師匠には言及がない。ありがとうございます。